それではビオラ奏者森下花蘭さんによりますビオラの生演奏をお楽しみください。自分が正しい位置を捉えてその心を広げる。日本人はコミュニケーションが下手だと言われてきました。それは自分の意見を主張しないからだ。本当にそうなんだろうか。意見を主張しないことと差し控えることとではその意味は異なり、昔から日本人には阿吽の呼吸が存在した。言葉を用いなくとも意思は伝わり、互いの信頼関係を築けてきたのだ。それはどうしてなのか。初代天皇である神武天皇が即位した際に述べられた言葉の中にその答えが隠されていた。自分が正しい道を行ってその心を広めて国を守り、正しい道を教えるのではなく自らが正しいと思う道を行ってその心を広めるとおっしゃられているのです。つまり私たちの祖先が考えていた教育とは、自らがその姿を見せること、人を正すのではなく自らが身を律し正しい行いを見せる、それをしつけと呼んだ。つまりその姿を見せることが人を育てることにつながり、そのことを道徳と言ってきたのである。Yeah.
虫や雑草を摂生したかもしれない。しかし、お移りになられるという言葉に、また一つ学ばせていただいた。